はい、アップデート来ましたね。ついにイベントコースを遊ぶことができるようになりました。クリアするとハテナキノコで変身できるキャラクターを手に入れられるコースもあります。どうぞお楽しみに。ほう、よし、お知らせは今いいかな。イベントコース見てみようか。あ、いろいろあるんだ。有野さん、有野さんの1個だけじゃないんだ。へぇ、有野さんいっぱいあるじゃん。あ、バカリズムのやつもあるじゃん。へぇ、行ってみる？とりあえず難易度とかどうなんだろうね。3割くらいか。ゼルダの伝説、トライフォース、三重士。あー、これで何気に宣伝になってるわけだな。3人寄ればきっとひらめく。仲間と共に声を掛け合い、知恵を出し合い、息を合わせて謎を解く。3人協力がゴールへの近道。そんなゼルダの伝説、トライフォース三重士、通称トラさんなんじゃ。の世界がマリオのコースに。3人でトーテムしてゴールを目指そう。トーテムってなんだよ。まあ、行ってみよう。とりあえず行こう。めっちゃ混み合っとんじゃないこれ。読み込みが遅い。行ってみようか。何？おお。三人が一つになってる。難しくはなさそうだな。危ない、やばい。あっ、いけ。もうちょっとね、ダメだね。死ぬかね。お、もうサクッとクリアしちゃおうかな。サクッできるんかいう話だ。あーあーいけん。いや、言い訳させてもらったら寝起きなんですよね今。関係ないか。関係ねえな。いつも通りか。通常運転か。いやー、やっぱこうアップデートっていうことでね、アップデートということでやっぱ、おう、朝一でやりたいじゃないですか。やっぱね、あー、なるほど。この三位一体となる感じが、このゼルダの伝説と危ない。ゼルダの伝説、新しいやつは、こういう感じなんだろうね。危ない、危ない危ない。おぉ。ゼルダって書いてある。いったー。へぇー。こんな感じか。それ関節も鳴るわ。ポキってなった。おぉ。トーテムリンク。よし。ゲットしました。終わりましょう。ありがとうございます。